たまごっち、たまごっちは1996年11月23日にバンダイから発売されたキーチェーンゲームであり、登場するキャラクターのことでもある。名称の由来は、卵、卵ご、たまごと、うおっち、お腕時計。企画、開発は、横井秋広。たまごっちのラテン文字表記は日本語版ではテイマガーチ、またはテイマガーチ、イがついている。英語版では、 テイマガーチ、略称表記は TMGC。画面の中に登場する、たまごっちと呼ばれるキャラクターに餌を与えたり、糞の掃除をしたり、たまごっちと遊んだりしながら育てていく。こまめにコミュニケーションをとっていれば機嫌がいいが、餌をやり忘れたり、糞の掃除が滞ったりすると機嫌が悪くなり、最悪の場合には死ぬこともある。こうして育てていくと、ある程度時間が経てば、 親ジッチやニュロッチなど様々なキャラクターに変身する。どのキャラクターになるかは、キャラクターのその時の体重や機嫌に左右さるよう設定されている。その他、名称の由来通り単なる時計としても利用できる。大きさは高さ 53mm で、白黒液晶画面の下部に3つのボタンを備える。ボタンは、左からコマンドの選択、決定、キャンセルに割り当てられ、 この操作体系は、同社のデジタルモンスター、他社のドラゴンクエスト歩くんですなど多くのゲームに引き継がれた。バンダイ公式では1996年から1998年発売機種を、誕生期2004年から2007年発売機種を、通信期2008年から現在発売している機種をカラー機に分類している。第一期玉ごっちは、 1995年6月、水野横井昭弘が、バンダイの本郷武一に原案となる企画書を提出したのが発端である。これは横井が1996年の年末、商船用にバンダイに提案した企画であり、女子高校生をメインターゲットとして開発された。第一期たまごっちは、携帯ペットと銘打っていたが、開発者の横井が動物好きであったことから、 ペットを育てるという発想が生まれたものある。携帯に便利ということで時計型にする発想が生まれ、卵型の玩具は売れるということで卵型にする発想が生まれた。当初は名称の由来通流で時計型にして、ベルトも付ける予定であった、安い電子製品を使い製造するとかさばるという理由から撤回し、最終的にキーチェーン型となった。 1996年11月23日、初代たまごっちが正式発売された。1997年を中心に社会現象になるほど爆発的な人気を誇った。人気は本来想定していた女子高生以外にまで広まった。口コミの評判にマスコミの煽りが相まって異常人気となり、入荷の情報を聞きつけた人々が徹夜で店に並ぶ。 様子が連日新聞やテレビで報道された。入荷の情報はテレビでは取り上げられず、もっぱら、インターネットとラジオ番組によって発信された。その結果、ごっちを持っていることが一種のステータスとなり、町には数個ごっちを所有していたり、忙しい人向けのごっちタクジショナ預かり所が登場したりもした。飼育していたごっちの地によって、 ペットロス症候群に似た現象が一部のユーザーで見られるようになるなど、たまごっちブームは社会減少化した。50個のたまごっちの抽選販売に対して、抽選整理券が4000枚配られたところもある。ブームの前世紀には、白いデザインのたまごっちが非常に希少だとして特に人気が集中したことがあったが、横井は単なる噂としている。実際には他にも、 生産量の少ない玉ごっちは存在していた。横井は、希少価値があるとされた白いデザインの商品が1個9万円で取引されたり、色を塗り替えて希少品であるように見せかけた商品1個18万円で取引された話を聞いたという。初代、玉ごっちの初回オーダーは、当初6万個を予定していたが、販売価格を引き下げるため30万個に変更した。 その後、テストセールスの結果、大きな反響があったため100万個に再変更された。しかし正式発売後、人気の加熱により、慢性的な品薄状態が続き、生産調整をしているという噂も流れた。バンダイには、問い合わせの電話が1日に5000件かかり、バンダイの公式ウェブサイトは1日に1万件を超す、アクセスが殺到した。バンダイに直接出向いて、 たまごっちを求める人まで現れたが、実際にはバンダイやウィズの社員でさえたまごっちは入手でないほどだった。1997年6月のバンダイの株主総会では株主にたまごっち1個が贈呈された。たまごっち欲しさに恐喝を働いたり、詐欺事件が発生するといった数々の社会問題も報道された。1997年2月には日本放送の ラジオ番組で行った、たまごっちのプレゼント告知に15万通の応募が殺到した。1997年2月14日には、日の丸タクシーイースタンモーターズ、宮園自動車、東京コンドルタクシーが、東京都内で新たにスタートさせる初乗り運賃 1km まで340円のタクシーの愛称を、たまご、タクシーと発表したところ、バンダイから、 商標の無断使用と警告される事態も発生した。しかし、1998年に入ると、ブームが沈静化。それまでに経験したことがない大ブームに大増産を行った番内は不良在庫の山を抱えることになり、在庫保管費などが経営を圧迫。1999年3月に、メーカー在庫を250万個を処分。 不良在庫の処分により60億円の特別損失を計上し、最終的に45億円の赤字となった。大ヒットしたにもかかわらず、社内では失敗という声も出た。本郷武一によれば、第1期タマごっちシリーズが、ブーム定着に失敗した理由は、社内で情報を共有できなかったことに尽きるという。関係各部門が独断で出荷を決め、品薄状態の店舗に追加出荷したものの、 顧客は複数店舗に予約しており、実際の需要は予約件数よりずっと少なかった。ウィズは前述のように当時のたまごっちを女子高校生向けに開発していたが、タイアップした雑誌は、小中学生向け少女漫画雑誌の仲良し、講談社と茶を、小学館、男子小学生向け雑誌、コミックボンボン、講談社、月刊コ,コロコロコミック、小学館に限られていた。 日本以外にも世界30カ国で発売され、アメリカやアジア各国でも、アメリカの人気ドラマ、ER にも登場した。1997年、数百万人分の労働時間を仮想ペットの養育に費やさせた功績により、ノーベル賞のパロディ的な賞であるイグ・ノーベル賞の経済学賞を受賞している。また、同年には、新語・流行語大賞のトップ10を受賞している。 発売元のバンダイによれば、これら第1期のタマゴッチシリーズは、全世界で4000万個、日本国内で2000万個、日本国外で2000万個を販売したという。第2期タマゴッチシリーズは、帰ってきたタマゴッチプラスとして2004年3月20日に発売された。横谷紀弘によると2001年頃に、杉浦交渉、当時バンダイ会長が横井に、 たまごっちを復活させようと働きかけたことがシリーズ復活の一つのきっかけだという2002年末頃からバンダイ社内でのたまごっち復活の動きが本格化さらに2003年頃当時の高校生の間で初代のたまごっちが再燃しているという情報をバンダイの開発チームが聞きつけたことがきっかけとなって開発が始まった第2期では小学生が メインターゲットとなった。これは今の女子高生は携帯電話ばかりで玩ングが生活に入り込むのは難しいとの開発側の判断によるもの。以前のたまごっちに赤外線通信を追加している。第一期はブームの加熱により返って短命化を招いたことの反省からメディア露出を従来より控えめにして人気の長期持続を狙った。 1> 第1期に登場したキャラクターも一部登場している。また、第1期と同名だが別のキャラクターも登場している。たまごっちの基本設定が全面的に一新された。また、第1期ではタイアップする出版社が講段社、小学館と出版社二社体制で展開されていたが、第2期では小学館のみとなっている。アニメ映画の配給会社が 1> 第1期の東映から第2期では東方に変更された。1990年代のブームほどではないが、小学生を中心に受け入れられ、国内外での売上個数は2007年6月末までに3000万個を超えた。そして、本来のターゲットだった、小学生の上や下の世代にも人気が拡大した。2004年11月23日には、宿携大会2、 たまごっちプラス、K たまが発売された。その人気に応えて、2005年に、おもちゃや店頭に通信機能を使って、アイテムのダウンロードや連動ミニゲームのできる、デカたまごっち。あとに、おうちのデカたまごっちの商品名で一般にも販売。設置、2006年には、ゲームセンターには、データカードラスシリーズに属する、トレーディングカードアーケードゲーム機、たまごっちカップなどの展開を始めた。 2007年、たまごっちカップの後継である、たまごっちコンテストは、オシャレマジョラブベリーや、キラリン・デボリューション・ハッピー・アイドル・ライフ、クルキラ・アイドル・デイズなど、他社のゲーム機に押されて、売り上げ不振が続いていた。同年が秋、一部の筐体は、イエス、プリキュア候をキャラクターとして起用した、歌って、プリキュア・ドリーム・ライブ・スピッチュカードでメタモルフォーゼ、に置き換えられ、 残った筐体は、たまごっちと不思議な絵本にリニューアルされたが、稼働不振は止まらず、2009年2月から3月に、男児向けの仮面ライダーバトルガンバライドや大怪獣バトルウルトラモンスターズに置き換えられる形で稼働終了した。2007年8月10日には、初のたまごっちオフィシャルショップ、たまごっちデパートが東京ドームに開業した。 同年12月15日には本格的なアニメ映画、映画で登場、たまごっちドキドキ、宇宙の前ごっちが公開された。2008年頃からは人気が沈静化し、玩具店、量販店によっては商品の在庫処分が行われた。その他、バンダイのぬいぐるみ、プリモプエルのコンセプトはリアルな立体版たまごっちである。バンリアンナ、著者、 バンデイウィズ、作、サ川、翼文庫、ン、全10冊。初期の卵っちは、万ー、博士が失恋の昇進で隅田川のほとりを、ぶらついている時に、謎の生物が乗った、小さな UFO が溺れているのを発見して持ち帰り、不思議生物研究所で、卵っちハウスを開発。その生物が中に入り、時計をセットすると5分後に、卵が現れ、 世話や言動などで和解できるものとなっており、たまごっち性生まれの地球外生命という設定である。第2期からは、たまごっちの基本設定が全面的に一新された。地球外生命という設定は健在だが、万象、博士と助手のミカチュウが登場しなくなり、テーマガーチ IDL フィフティーンスアニバーサリーバージョンで再登場している。その分たまごっち性の社会や文化が続々と、 判明する。2009年に発売したテーマガーチ ID では、液晶のドット数が大幅に増え複雑なキャラクターが描写出るようになった。ために、ラブリッジを皮切りに新たなデザインのキャラクターが登場した。第2期アニメ化作品では、タマゴッチ製の世界観が詳細に描かれているが、第1期との相違点が多く見られる。例としては、タマゴッチ製の外観、尻の違いなど、 キャラクターのデザインは、第1期は、渡辺賢治が、ベータバージョンを、デザイン開発担当して解雇された、黒柳陽子から仕事を引き継ぎ、第2期からは、ジンコが担当している。ちなみに、漫画連載は雑誌によって、安部さより、木村広樹、かがり、ジュンコ、安コーンなど、複数の漫画家が担当している。デビルッチは、デビル初級、デビル中級、デビル上級。 デビルハイパーというように、階級で成長の度合いを表すため、デビル中級のオヤジデビルは子供チキにあたる。本校では勘弁のため上記の通りとした。括土ポイントが導入される。ゲームや通信で増える。通信できない。お見合いができなくなる。お世話ミスを誤解したり、99歳になると死んでしまう。括弧内は、裏玉での名称。 ガッツポイントで進化キャラクター、たまごっちスクールのクラス、就職先が決まる。親の属性で、この属性が決まる。結婚できるようになる。お見合いができなくなる。お世話ミスを誤解すると死んでしまう。豆族、裏豆族、目メ族、裏目メ族、口族、裏口族のたまごっちが産卵期になって2日後以降に、レアアイテム、お見合い紹介カード1、お見合い紹介カード2、 お見合い紹介カード3のどれかを使うと、おせっかい、ばあさんが、カーテンで隠された謎のお見合い相手を連れてくる。お見合い相手と結婚すると、族、族の子供、はてなっち、びっくりっちが生まれる。族、族は、育ての親の属性を引き継ぐので、族、族同士で結婚した場合は、育ての親の属性によって生まれる、子供の属性が決まり、 他の属性の卵っちと結婚した場合は、属、属の育ての親の属性と、結婚相手の属性によって子供の属性が決まる。属、属は、レアアイテム、お見合い紹介カードが使用できないので、属、属から、属、属の子供は産めない。属、属果てなっち、ビックリッチメガネッチ、スウェッチゲタッチ、マキガミッチオクッチ、モクッチオヒゲッチ。 カボッチラクゴッチ、ベンザッチシリプリッチ、ゴロゴロッチネクタイツチ、ゴスッチカブキッチ、ワシキッチアシッチ、レーンボッチ。バンダイ直営のオフィシャルショップ。なお、たまごっちデパートアニメ、たまごっち。などで実際に登場するデパートである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。